おお、すごいすごいすごい。これがローニーヤズ。ローニーヤズ、すごい。すごい。イワシみたいに見えるぐらいいた。透明だからすごいちっちゃいかと思ったら、すっげえでかかった。なんか、まあ、特にストーリーとかもなく急に海の中からポンって始まるんですが、うん、はい、まあ、映像がすごい綺麗ですね。画面が綺麗ですね。太陽の光が綺麗にやっぱ乱反射して綺麗ですね。うん、なんかうん、一応魚たちもたくさんいるんで。なんか早っ。蝶々魚。あ、これ蝶々魚。蝶々魚。こちらもかなり癒しが、うん、そうですね、されるゲームで有名といえば有名なゲームです、ね、割とそのデフォルメされちゃってはいるんですが、はい、あ、でも種類が分かるぐらいな感じですよ。じゃあ、戯れることができます。あったか、こんなん食われる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 、本当だ。ジャイアントグルーパーっていう名前で、なんか絶滅危惧種とか、もう絶滅しちゃった魚とかが結構出てるらしいですね。すごい色の魚が出た。なんだこれ。お、ヘラヤガラだ。え、この黄色いやつ。黄色いやつ。ヘラヤガラじゃないですか。ちょっと触ってみてください。これ触れるのか。なんかでかいやつには乗れるんですけど。ヘラヤガラだと思いますね。あと、キイロハギとか。その瞬間的に分かります、うん、それは何だろう、金魚花鯛かな、花鯛系の仲間ですね。うん、なんか赤黒、赤と、あ、なんだ、赤と黒の魚が分かんないですね。これですね、オレンジ色の海外の魚、これ。なんか名前一応見れるんですよ。鑑賞モードに今から入ります。あ、瞑想してる一応ここになんかその各魚を見れて、で下に名前が出てくるという仕組みになってます。結構海外の魚がやっぱ多いですね。なんか海外のゲームなんで、やっぱりなんかそこら辺はカルフォルニアシープレット、なんかもう全然わからなくて、この魚がなんか馴染みがなさすぎてこのゲームやってたんですけど。そうですよね。でも結構やっぱりそのこの辺の海域の魚って意外と水族館とかでも展示されてるところがやっぱり少ないので、なかなか水族館でももしかしたら馴染みあんまりないかもしれないですね。この辺のヘラエガラとかは結構日本近海とかでも生息してるので、すごい細長い。そう、はい、ちょっと変わってますけど、あのこの口でなんかいろんな魚とかパッと食べたりとかするんですけど。海的にはどこら辺の海とかなんか予想ついたりしますか？そうですね、結構海水とかが長いですし、カリフォルニアとかやっぱそっち の、 あの南アメリカの方のとこでしょうね。海藻とかもすごく長く伸びてて、はい、うんうんうん、こういった魚とかがやっぱり隠れやすくて、やっぱそういった海藻とかに隠れ家として集まってくるような魚なんかもいますし、あ、多分この、 あの画面とかに映ってないようなところとかにやっぱ非常にちっちゃな魚とかがたくさん暮らしてるので、この魚とかを狙って元大きい魚が来て食物連鎖が繰り返されて大きな魚なんかもやってくるっていう感じですね。片口、あ、まあ片口イワシかって感じだね。どれですか？このちっちゃい真ん中に泳いでるその、はい、ちっちゃいやつよく見るとあの下顎だけあのちょっとデフォルメされてて分かりづらいですけど、はい、あの下顎がちょっとバカって開いて、なんか開けてますね。煮干しとかにされる、よくされる魚ですね。なんかそこの方にも結構なんかいろんな人手とかが。これは何ですかね。これも人手ですか、ね。全部人手ですね。人手の仲間ですね。どこかです。こうやって飲むぞ。この紫色のやつ。毒とかって分かるんですか、色で。結構あの鬼人でみたいな感じで、あのこういう風にあのトゲがあるような種類とかって結構毒あるような種類とかも結構あって、あの方が、まあ、鬼人でとかだと人が触ると怪我してもう本当にあの中毒症状を起こしちゃうようなすごく強い毒を持ってるような種類なんかもいますね。本当危ないです、はい、あんま触んない方がいい、ね、ち
危険そうな人手ですね。綺麗に作りつつもやっぱりデフォルメされてるので、そうですね、すごく、ね、馴染みやすいかもしれないですね。奥の方にも行きたいと思います。すごい行き待ちます。うわ来た。やられるやられる。あれがもう ほうじろとかですね。ほうじろさんって人を襲うんですか。人を襲いますよ。ああのそんな、それこそジョーズとかの元になったような魚なので。ああわお、すごいですね。このこれはウツボ。あ、これウツボっす。毒ウツボ。何ウツボでしょう。なんかすごいごっついウツボが超泳いでますね。ウツボってこんな激しく泳ぐんですか。激しくというか、やっぱ結構暗いところとかだと泳いだりはしますけど、夜なんですかね。夜とかだとやっぱり餌を狙って、基本夜行性の魚なので夜の方が動くは動きますね。なんか水族館に展示されてるやつ見たら結構そのおとなしいなって思う。はい、昼間とかはもうやっぱり岩の棚のところでじっとしてたりとかはしますね。なんだこれ、ローニー味みたいな。これローニー味でした確か、うん、さっきもあつ森で、はいはい、いました。こんだけ群れるとやっぱ綺麗ですよね。群れを作る種類なんですか。はい、もう本来だったらやっぱ結構群れを作って泳ぐような種類なので、さっきのあつ森の水槽とかだとやっぱちょっとちっちゃいのであんまりたくさん入れられなかったんですけど。本来はこういう風に。そう、本来だったらやっぱ結構その何匹っていう、まあこれは相当群れてますけど、うん、めちゃくちゃいますけど、でもやっぱ結構やっぱ群れを作って泳ぐ魚ではありますね。あ、出た、ユニコーンフィッシュ。なんかもう名前から見ても角がそうです、ね、ある感じが。日本とかだと結構同じような種類とかで、あのテングハギとか、うん、はい、そんな仲間でやっぱこういった頭のところが出っ張ったりとかしてるようなハギの仲間とか結構いますね。フリーモード綺麗だな。ブリではない。ブリではないです。あのそもそも色が全然やっぱり違う、模様が全然違うので、なんかブリモドキっていう魚の名前ですね。お、結構なんか魚の名前ってなんとかもどきとか偽なんとかっていうのが結構あったりとかするんですけど、もうかわいそうじゃないですか。そんな名前つけられて。でやっぱりもともと同じだと思ってたけど全然違う魚だったっていうところでなんとかもどきってついたりとかすることが多いので、うん、やっぱ見た目とか全然姿形が全然似てなかったりとかする歌、偽とかもどきってついてる魚の中も結構多いですね。なんかもっと原因があった気はするんですけど。やっぱりあの学術的な名前が多いので、もともといた魚にちょっとやっぱり似てなかったりとか、なんかすごく似てるからブリモドキみたいな感じでつけることが多いので、逆にその私たちにとっては、あの魚と似てるから、あ、なんとかモドキなんだって結構やっぱり想像しやすかったりとかしますけど、はい、なんか受け取り方によってはなんかもどきとか偽とかつけなくていいじゃないって思ったりもしますよね。そうしますよね。自分がつけられたら嫌だなと思って。そう、水流が速そう。ここもなんかレースっぽくなるんですよ。速そう速そう。いや、でも綺麗ですね。やっぱり結構水温高いの南方系の魚が多いですね。その色とかがなんか南の感じがしますね。はい、鮮やかと全体的に。うん、あ、すごい綺麗ですね。すごい、もうみんな詰まってきてくれてる。どんどん引き連れていけるんですけど、すごいすごい。海の中入ったことわかんないですけど、なんかこう魚ってめちゃくちゃいるんですか。こんなに。あの、いるとこに行けばやっぱりすごく数はいますよ。やっぱり沖縄とか、あの暖かい海とかだとやっぱ生物層も多かったりとかして、そういったところとかだとやっぱ数もやっぱ多いですし、種類もやっぱ豊富ですし、やっぱりちょっとゲームなので少し持ってる感もありますけど。逆にすごいなんか密な感じですか。でもやっぱりすごくいろんな種類がいたりとか、あとはやっぱりそのポイントでやっぱダイビングしながら餌あげたりとかするようなところとかもあったりとかして、そういったところとかだとやっぱすごくバーって魚集まってきたりとかしますね。うん、クラゲいる。クラゲいますね。いやいや、危ない危ない。今ホジロいた。ちょっと深場に入ってきましたよ。そうです、ちょっとここからまた抜けるので
でまた最初のステージとは変わった形のまた海のエリアですね、うん、この辺は全部日本とかにいますね。タスキモンガラとかいるんです、はい、これ南国の方って。そうですね、暖かい海、結構南の方の海が沖縄とかその辺の海域とかには結構いますね。なんでその南国の魚って色がそんな派手なんですか。まあ、やっぱりその周りの環境がやっぱり色合い的に派手だからっていうのが一番ですね。あ、周りの環境の影響、はい、例えばあのサンゴ礁とかやっぱり近海の海ってやっぱ岩場とかが海藻とかが多くてやっぱり地味な茶色っぽい周りが茶色っぽい色合いのが多いので魚とかもやっぱり茶色っぽい色合いになりますけど、その茶色に色になることによってあの保護色になって他の魚に見つかりにくくなったりとかするんですけど、逆にあのサンゴ礁の海とかで暮らしているような魚とかだと周りにやっぱり色とりどりのサンゴとかあとはいろいろな海綿類とか、無脊椎のいろいろなサンゴのソフトコーラルなんかがいたりとかすると、逆にこういった黄色とかあの赤とか青とかそんな色になってた方が逆に目立ちづらいんですよね。地味だと逆に浮いちゃいますもんね、はい、派手なエリアなら。そうですね、あとはやっぱり種類によってはあの他の魚とかに身の危険をあの相手に危険を感じさせるためにあの毒持ってたりとかするような魚なんかはあの逆に色鮮やかになって、私食べたら毒だよっていうのを教えたりとかするために鮮やかになったりすることなんかもありますし、コバシラネズミイルカ、すごいちっちゃい可愛らしい、これはご存じないですか。分かんない、知らなかったです。なんかネットで調べたらかなり希少というかもう絶滅しちゃったかなんかってのを聞きます、ね、うん、こんな感じでイルカにも乗れたり、ドルフィンスイムしてる、おおすごいすごい、早い早いイルカちゃん早い、うん、これはオグロメジロザメ、ダメダメ、まあでもこの辺はわりかしまあおとなしくはないですね、このタイプのやつはおとなしくないおとなしくはないですね、うん、サメって別に全部が凶暴なわけじゃないです、まあ、そもそもそんなに大きくならないような種類とかもやっぱり結構いるので、はい、やっぱりそんなにあの人を積極的に食べようとして襲ってくるような種類なんてまあ本当にごく一部ですね。まあ、もともとやっぱり他のあのアシカとかアザラシみたいなものなんかを捕食するような大きなサメとかが人をそういった動物を間違えて食べちゃったりとかすることなんかがやっぱり多いので、あまり人を狙って食べるっていうような種類はまあそんなにはいないですし、ニシキアナゴか、あ、これチンアナゴじゃないんですか。これはチンアナゴじゃない、チンアナゴはあの全身が白で黒い点々が入っているのがチンアナゴで、これ黄色いですね。これは黄色いので多分ニシキアナゴかまたちょっと別の種類かって感じですね。いや、またシャコパカッと開いてるなそれそんな勢いでは開かないですよめちゃくちゃ湧いてますけど、この辺が何だろう、真珠のごとかかな、でもチンじゃなさそうな感じがする。結構こんな感じであの砂の中から出てる魚とかにもやっぱり結構そのいろんな種類 の似たような種類があって、こういったのをやっぱり大まかにくくってあのガーデンイールって言ってたりとかするんですけど、はい、うん、砂の中から立ち上がってるやつで、それでやっぱりその中でもやっぱり本当にいろんな種類がいますね。よく見るとさっきの魚も模様とか色が違ってたりとかすると思うんですけど、うん、やっぱり日本ではやっぱり馴染みの強いのがやっぱり一番はチンアナゴなので、結構こんなやつをチンアナゴって言っちゃいますけど、やっぱりその種類は本当にいろいろあったりとかしますね。違うんですよ、なんか全部チンアナゴかと思ってます、はい、ちょっと奥の方に住みたいと思います。でもまあ癒される癒し系の癒し系のダイビングゲームって感じですね。そうですね、すごいなんか音楽とかもすごいなんか優しい感じで、なんか水族館とかもそうですけど結構なんか環境音というかイージーリスニングとか、そうですね、まあ音もなんかすごい重要なのかなと。音はやっぱりすごくやっぱり重要なよ、もしハチ危ない突然海のギャングみたいな泳いでますか一緒に、まあ、この世界では平和ということです。おー、カジキがいる、おー、おー、シュモクもいる、シュモクザメもいるシュモクザメ結構性格荒い、シュモクザメも結構荒いですね、うん、
構危ないってのは聞いてますけど、結構危ない種類ですね。そうですね。おお飛んだ。おお飛んだ飛んだ。そういう感じで、まあ一応ここでは仲良くできてる。ちょっと深海っぽいとこ来ましたね。そうですね。ちょっとなんかテーマがこのゲームあるらしくて、まあ、語られてはいないんですけど、結構の海洋汚染だったりとか、まあ、そういうのをこうなんか浄化していくみたいな、そういうようなテーマがあるみたいなのをちょっと聞いたりはします。一応この先にちょっと目当てのものが待っているので、僕はその初回見た時にすごい感動したというか、はい、びっくりしちゃって、ぜひちょっと。ぜひ。じゃあハードル上げすぎたかもしれないですけど、なんか遺跡っぽい、なんだこれ、なんか意味深な遺跡がありまして、遺跡っぽい、まあなんかかつてあったなんかそういう文明の跡みたいな、結構やっぱり海底に沈んだ遺跡ってあるって言いますよね。言います。ちょっと僕が見せたかったのはこれなんですけど、おおすごい。おぉ、すごいすごいすごい。これがローニアズ。ローニアズ、すごい。すごい。イワシみたいに見えるぐらいいた。遠目だからすごいちっちゃいかと思ったら、すっげえでかかった。これがちょっとやばすぎてですね。しかもローニアズ狙ってカジキとかバンバン泳いできてる。すげえ。カジキ系がすごい狙ってくるんですよね。結構こんぐらいのサイズのローニアジとかだと結構狙って食べたりすることなんかはありますよね。あでも結構な大きさですけど、おでも狙ってる狙ってる。これがなんか見てて面白いですね。すごいリアルだなっていう。しかもそれサメもいる。いやでもそのサメ、いやそれローニアジ勝てないでしょう。すごいですね。こんだけ、さっきも結構いると思ったらすごい。もう画面的にはもうわけわかんない。すごいなんかスケールですね。面白い。だからこう見上げるとまたこの。いいですね。その水面のやっぱりすごく光る感じと、やっぱ魚の体もすごくキラキラしてて、あすごい綺麗ですね。そうなんか本当なら現実世界でもこういう中で泳いでみたいですけど、泳いでみたいですね。ちょっと怖い感じますよ、しますけどね。ちょっとカジキ怖いですね。カジキにあれ刺されるとちょっと怖いですけど、いやでもたまになんか刺さる人いますよね、はい、釣り人とかもそうですけど、釣り人釣ってる時とかだとやっぱその身の危険を感じたりとかするとやっぱすごく高く飛んだりとかするんですね、はい、結構も高く飛ぶので船の上にバシャーンって上がってきて、うん、間違って刺さったりっていうことなんかはあるみたいですね。致命傷ですよ。いやもう大怪我でしょうね。これをぜひ見てほしかったっていう。綺麗だしすごいスケールですこれ。すげえ。すごい。なんかここにすごいこだわりを持って作ったらしいので。ですね。おおすごいすごいすごい。でやっぱ下を見るとやっぱちょっと静かな感じがいいですよね。そうですね。うん、ちょっと静と動というか。はい。いやでもこういったなんかちょっと深間に入ってくっていうのもなんかすごくオーリアリティがあっていいですよね。本当ですか。はい。クジラなんかもいたり。おザトウクジラと。でっか。結構リアリティあるような動きさせてるところはやっぱありますよね。あ、あります。うん、のイルカとかの動きとかも、まあ、尾びれをちゃんとくねらせて泳いだりとかもしてますし、それ何食べてるんですか。今餌あったみたいな。あくまであれ捕食行動だから捕食行動です ですね、うん、ザトウクジラとかは結構オキアミとか小さなエビ類とか甲殻類とかなんかを主に食べたりとかしてて、うん、やっぱ体も大きいのでやっぱそれなりにやっぱ餌のあるところでのバーシャーって集団で捕まえたりとかするような行動なんかも見られますよね。なんか映像とかでもすごいですね、はい、海面にこう4匹ぐらいのこう食ってるやつ、すごいスケール、うん、何かいる、なんかいる、デビューがいる、なんかロブスター系ですね、やっぱ海外だから。あれはカブトガニ、
株とかにですね、アメリカ株とかにどっかにあいつがいた気がする。あ、いた、この子。お、またいた、メンダコだ。メンダコ結構浅場まで来てるな。深海に。そうですね、メンガダコって結構やっぱり深い200メートルぐらいのところにいることが多いので、カブトガニとかと一緒にいるっていうと浅いところまで来てますね。カブトガニは浅い。カブトガニは比較的浅いところで暮らしてることが多いですね。さっきとは違ってなんかすごい這いずり回ってます。本当ですね。そんなに這いずり回るのは早くないですよ。なんて言うんですかね、足がもう吸盤とかもほとんど退化してて、あんまり横運動もあんまりうまくないんですよ。やっぱりタコっていうとやっぱこんな感じで這いずり回るイメージがすごくあるかもしれないんですけど、メンダコの場合もその吸盤が、まあ、一応あるんですけど、もうそんなにちゃんとした吸盤になってないので、移動しようと思うとさっきあの集まりみたいな感じで一回泳いだ方が早いですね。泳いでからそのまま着底する、はいはい、で移動することが多いですね。こいつは頑張ってる。頑張って、だいぶ頑張ってますね。あんまり横移動することはそんなにないですね。はい、縮む、おー、いいっすね、いいっすね、いいっすね。ケアリの仲間ですね。ケアリ、はい、さっきみたいに触手を管の中から出して、はい、プランクトンを捕まえて食べてたりとかしますね。おで、身の危険を感じるとこんな感じでシュッと筒の中に戻っていく。で、管みたいなところを自分で作って、それでその中にシュッと隠れたりとかで、身の危険がなくなった時は出てきて餌を捕まえてっていう感じにしてるような生き物ですね。まさにでもこれ忠実に一応やってるわけですね。行動もやっぱり身の危険感じた時はやっぱりシュッと入るので、いつ主人公がやってたらシュッと入る。そう、出方もやっぱり結構リアリティをあって、やっぱりゆっくりゆっくりちょっとずつ出てくるので、隠れる時は結構素早いんです。隠れる時はやっぱすごく早いです。やっぱ身の危険を感じた時はシュッと入らなくちゃいけない。のものもやってる場合じゃないですか、はい。ヨトウクジラ、英語か、まだ。これは何？ナガスクジラか。ナガスクジラ、まあ、ただ一緒に泳ぐだけのシーンなんですけど、なんかそのクジラのスケール感がなんかすごいなっていう。もういっぱい来ましたね。やっぱ結構クジラとかってこんな感じで、親子とかにまた食ってる。これが本来の補足。さっきはなんか空振りしてましたけど。そうですね。おーおーおお、ガレガレる。食われる食われる。ふふ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 。一説によるともう結構深場までもう水深何百メートルまで潜ることができるなんてかとも言われてますよね。深海寄りなんですかね。なんかもう目が結構ギラついてるやつらが。本当だ、すごい深海魚だ。これとかもなんか深海とかって吹き出してますね。吹き出してます。こういうふうに暖かいマグマとかそういったところのやっぱりすごく暖かい熱源があるところがあって、そういったところから、まあ、簡単に言うと温泉が噴き出すような感じで、熱いもう本当に100度とかに近いような海水が噴き出すようなところとかがあって、そういったところには例えばその硫黄を栄養として生活するような生き物がいたりとか、全然違うものを栄養にしているような生き物なんかもたくさんいて、見たこともないようなやっぱ形の生き物なんかもたくさんいますし。お前が真っ先に行くんかいっつって。さっきから付きまとわれてます。あ、捕まっちゃってるじゃん。まだ先にって言ったんですけど。先に行ったらいけないって言ったじゃん。じゃあ優しい、まあ、優しいので助けてあげると。優しい。いや、鬼
兄ちゃんが持ち上げられるぐらいだったらそのサメ持ち上げられるだろうみたいな喜んでるんですかねこれは、うん、仲良くなりましたね、はい、ここがその本作の深海部分です。うーん、これがマッコウクジラかな。じゃあ探しに来たんですかね潜るときは餌探してる。そうですね、はい、で一応こいつがダイオウイカがいまして、ダイオウイカ食べるじゃないですかこれ食べられるやつじゃないですか。これどうあげても食べられるやつですなんかゲームでは乗れたりする。こんな色黄色いんですか。やっぱこういったなんか 黄色というかもうちょっと赤っぽい色ですよね、はい、つなげられたやつ見ると赤なイメージです、はい、どうだろう。赤マンボウいる。あ、これマンボウです赤マンボウって言ってもマンボウじゃないですよ。あ、マンボウじゃないです。似てますけど、全然違う生き物ですね。マンボウっていう名前がついてますけど全然違う生き物で、昔はマグロとかの代用品として結構食べられてたような魚ですね。なんか寿司屋とかそれこそなんかちょっと価格帯低めな寿司屋とかって、はい、実はあの深海魚とか。あ、そうですね、はい、赤マンボウはやっぱりすごく美味しくて。美味しいんですか、はい、本当にマグロとかの代わりにされてたぐらいなんで、はあ、すごいダイオウグソクムシじゃないよダイオウイカすごいでかい、スケールがでかいですね。やっぱ結局ダイオウイカ襲われなかった